自殺すると言われてしまったので、さすがに私の暴露で人の命が失われるのは嫌だ。ですので私の配信では、有名アイドルの名前は出せません。自分のツイッターで晒してください。わかりました。私も命は大事にしてほしいと思っていますので名前は出しません。カーラーノー、顔写真晒し上げ。いや何このクソ茶番。どうもその日暮らしです。先日とある YouTuber さんに届いたタレコミが話題となり、今でも現在進行形で界隈を騒がせていることを皆さんはご存知でしょうか。簡単に言うと、YouTuber であるモコウさんと付き合っていたアイドル声優、その女性の浮気がリークされて炎上なうという概要なのですが、何が何やらという方のために事の経緯をお話ししますと、時は10月の7日、YouTube 界の文春やら駆け込みデラ系 YouTuber として名を馳せている配信者、これこれさんのもとに、企業家の彼女と名乗る女性からのリーク情報が流れ込んできたそうです。その内容には、企業他の男のラインを盗み見たところ、ある有名アイドルが YouTuber のモコウさんとお付き合いしている。その有名アイドルが、私の彼氏である企業家の男性とお体だけの関係であることが発覚した、とのこと。被害者女性はアイドルに謝罪を要求するもブロックされたんだそう。ちなこの有名アイドルが、後にアイドル声優なのではないか、と話題になっていきます。話は戻って、これこれさんはそのタレコミをモコウさんに確認し、モコウさんはたまたますぐ横にいたアイドルを叩き起こして、3人で話し合いをします。その結果、浮気した事実は2019年での出来事だという有名アイドルが告白、そのためこれこれさん側は大した話題ではないと踏んだのか、この時点では取り上げない方向にしたんだそうです。がそれもつかの間、リークした被害者女性側から2019年以降もやり取りが続いていることを証拠込みで再暴露。このままだと晒されると思ったのか、アイドルは直接被害者女性に会って謝罪がしたいと連絡を飛ばしたそうですが、実際に謝罪を受けたかどうかは不明です。そして配信が開始される直前、モコウさん側から連絡があり、アイドルが自殺すると言っているため危険だ。配信するならアイドルの名前は出さないでほしい、と要望しておりました。結果今回の配信でアイドルの名前が流出されることはありませんでしたが、最後まで被害者女性は名前を公開してほしいとこれこれさんを説得しておりました。これこれさん側はアイドルが自殺をちらつかしているために今までしてきた愚行を晒すことはできても配信で名前を挙げることはできない、晒すなら自分のツイッター垢で晒してほしいとのことで、最終的に被害者女性側もそれで納得。その後被害者女性のツイッターにて、私も命は大事にしてほしいと思っていますので名前は出しません。カーラーノー、顔写真晒し上げ。いやだから何この茶番、変にトンチキカスやんけ。とどめの一撃に関してだけ二人とも責任を押し付け合っている姿は、ある意味狂気ですね。ちな証拠を裏付けたアイドル声優と起業家のライン会は、周りからはリアルネトラレ物語と称されるほどで、その内容はあまりにも生々しく、気分はさながら胸クソ漫画を見た直後の読後感に似てるので、あまり閲覧はおすすめしません。自己責任でおなしゃす。話は戻って、被害者女性のツイッターから顔写真が晒されたことにより、当然のごとく身元は特定、どうやら現役で活動されているアイドル声優だった、という線が濃厚となり、今の騒ぎに至る、という感じですね。周りの認識的には、悪役は浮気していたアイドル声優と起業家、被害者はモコウさんとリークした女性という図式になるのですが、いかがでしょうか。現在そのアイドル声優に当たるであろう声優さんは、直近の番組を体調不良にてお休みしてしまっていることから、くしくもこのリーク情報を裏付けてしまっている形となっています。世間からは倫理観やプロ意識の欠如が今回の失態を招いたのだと言われており、因果応報だの自業自得だのと、怒りの声が上がっていましたね。確かにアイドルなのに浮気相手とのツーショットを許している時点で、いろいろとお察し感があるのは否めませんね。こういう騒動が起きると必ず考えてしまう声優オタクの苦悩、その一つとして挙げられるのは、騒動が原因で作中のキャラのイメージがだいぶ変わってしまうこと。外野からはよく、キャラはキャラ、声優は声優で割り切るべきだ、なんて言われがちではありますが、無理くない？こちとら声優オタクだし、ましてはアイドル声優だよ。特にアイドルアニメの声優はキャラとは別に本体がキャラの衣装着て、ライブで踊り出してくるんよ。公式がセットでどうぞな売り出し方ない以上、割り切ろうとさせるのが無理な話なんよ。泣けてくるわ。アイドル声優というコンテンツは、容姿がある程度良ければ売り出しやすいし、運営としても稼ぎやすいビジネスモデルなのかもしれない。がしかし、他のアニメ作品と比べ、キャラと同じくらい声優が前に出ている以上、いざ今回のような騒動はかなりの死活問題です。ファンからの信頼だったり、たくさんの大人たちに迷惑をかけてしまうことはもちろん、ましてはアイドル声優としての生命線なんていとも簡単に断ち切ってしまえるものですし、それが駆け出しのアイドル声優ならなおさらです。だからこそ、オタク側はそれを覚悟の上で押すべきでもあるし、運営側もある程度審美眼を持って選出するべき。そして何より声優やその事務所側は、アイドル声優という売り出し方は、ひどくリスキーな商売であるということをきちんと理解しなくてはならない。今回はその自覚がだいぶ甘かったがゆえに起きてしまった騒動なんだろうなと個人的に思いました。とまあ、今の今まで情報を鵜呑みにしてはベラベラ喋ってきましたが、今回は誰が悪い、何が許せないというよりか、アイドル声優の脆弱性について触れる形となりました。皆様の率直なご意見もお待ちしておりますので、ぜひコメント欄にてお書きください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイ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 。Bye.